Windows のデバイスマネージャーでワイヤレスネットワークアダプタドライバーのアンインストールと再インストールを行うとワイヤレスインターネット接続でよくある問題を解決できることがあります。USB ネットワークアダプタまたはブロードバンドデバイスを使用している場合は一度取り外してコンピューターを再起動し Windows が開いてから別の USB ポートに差し込んでください。 スタートボタンをクリックします。デバイスマネージャーと入力し、検索結果から選択します。ネットワークアダプタをダブルクリックしてセクションを展開します。お使いのワイヤレスネットワークアダプタを右クリックし、アンインストールをクリックします。ネットワークアダプタが表示されていない場合、デバイスが接続されていないか検出できないことを意味します。 コンピュータをシャットダウンしてハードウェア接続を確認してくださいアンインストールを確認するプロンプトが表示されますネットワークアダプタによってはデバイスを削除する際にドライバソフトウェアを削除するオプションが表示されますチェックボックスをクリックしてドライバソフトウェアを削除します、OK、またはアンインイストールをクリックしてデバイスのアンインストールを開始しますメニューバーでアクション ハードウェア変更のスキャンの順にクリックします。コンピュータはワイヤレスネットワークアダプターを検出し、ドライバーを再インストールします。インストールされているデバイスの一覧にワイヤレスネットワークアダプターの名前が表示されます。デバイスマネージャーを閉じます。コンピュータを再起動します。Windows は新しいドライバーを使用して起動します。 ワイヤレスインターネット接続をテストします。